もう今回はね、ちょっとお知らせということでね、インターネットの闇を暴いていこうと思います。1枚目の画像がこちらなんですけども、全部でね、5枚画像が届いてまして、これはなんかね、政府広報を匂わせるような画像ではあるんですけども、2枚目どうでしょうね。2枚目はね、こういうふうに書かれています。ちょっと画像が見にくいんですけども、下記の期間、お寺神社への立ち入りを禁じますということで、令和4年3月16日、令和4年3月17日と読めます。まあ、この両日、もう過ぎたわけですけども、神社、お寺には入らないでくださいってことになってますね。まあ、私は入らなかったと思うんですけども、一体どういうことだったんでしょうか。テレビを見ないんでわかりませんけども、次の画像は、何が聞こえても決して近づかないでくださいって書いてますね。いや、一体この2日間、神社、お寺に行かれた方もいると思うんですけども、どうだったんでしょうか。そして画像は進みます。次。当組織はいかなる事象が生じても一切責任を負いませんということなんですけども、当組織って書いてますけども、どこの組織なのかわからないまま最後の画像に移ります。どうもね、政府広報もしくは、天皇家を匂わせるような画像で終わってますけども、これ意味わかる人いますかね。ちょっと私はつかみかねるところがあるんですけども、まあ、こういった連絡とか放送ってのは、これからもあるんでしょうね。やっぱたまにはテレビを見ないといけないってことですかね。はい、じゃあ以上です。